マイナスには焦らなかったので、今からどこ行くんですか？飛行機で、飛行機乗ってどこ行くんですか？いつもの通りパパがね、出張で四国に行ってるんだけど、夏休みだから会いに行こうと思います。徳島に行ってくるよ。私初めて行くのよ。ママ鳴門市っていうところがあるんだけど、鳴門金時、そう、鳴門金時で有名な鳴門市、阿波踊りがあるんだって。ちょうど温泉だよね。あ、そう、温泉も行くよね。温泉楽しみなの。それでは始まります。ファミリートラブルインジャパン。よし、すーちゃん行こうか。これね、かぼちゃかもね。美味しいね。阿波踊空港だって。すーちゃん順調だったね。応援しなかった。かっこいいお姉さんだった。大丈夫。到着しました。これ行くんだよ、阿波踊り。すごいね、楽しみだね。すーちゃんも踊る？浴衣持ってきたよ、すーちゃんの。一緒にやる？よし、じゃあ練習しよう。どこにいるかな。あ、イエーイ。すごい近いね、徳島ってね。近いよ、近いよ、ほら見て。すーちゃん見て、すーちゃん見て。うん。ああ、踊りしてんで。まあ動画だけどね。一週間ぶりだね。久しぶりだね。保育園でさ、パパに会いたくて泣いちゃったんだって。うそ。え、先生が今日朝寂しくなって泣いちゃったんですって。パパパパって。本当？なあ、すーちゃん、これすーちゃんのだよ。見て、すーちゃんまた。すーちゃんのないけどな。また赤選んでくれたんだよ、パパが。そうだよ。じゃあさ、パパとギューして落ち着いたら乗る。落ち着いたらね。おいで、ママ待ってるからね。パパ1週間ぶりだからちょっと甘えが出ております。説得中。会いたかったんだね、パパにね。あ、ニクニクしだした。あ、ニクニクしだした。よしよしよし。パパが一人で待ってて、ママとスーちゃんが二人でピューって来たんだよ。説得中。いや、パパが一人で待ってて、スーちゃんとママが二人で来たんだよ。スーちゃん、向こう行ったらさ、なんかぬいぐるみがあるらしいよ。見に行く？うん、見に行こっか。見に行こう、見に行こう。なんかいろいろあるよ、多分。で、いろいろある、いろいろある。ぬいぐるみいろいろある。歯が痛くなりそう。さあ、行きまっせー。始まり始まり。徳島旅行。前回みたいにバスを乗り過ごしたりとかもうなく、もうシュッと来れた。どこ行くんだろう。多分お魚食べ行こうって。お魚？うん、いいね。元さんの先輩、30年来の先輩が徳島にいらっしゃって、ナビゲートしてくださる、案内をしてくださる。恐れ多すぎる、恐れ多すぎる。でも、まあ、何でもご存知だから。ここ鳴門市にいるんだけど、鳴門市のことだったら
何でもご存知の方に今日はナビゲートしていただくので、今日はっていうかこの4日間ね、いろいろ連れていただくんだよね、うん、だから地元の人しか知らないちょっとディープなね、うん、旅になりそうだよね、うん、旅になりそう。で今その方が着替えてらっしゃるからこれから一緒にお昼ご飯食べにまず行ってきます。お魚だって、お魚だ。なんて言うんだろう、うどん辰宮龍宮って言うか、龍宮か。こんにちは。いい感じ。わー素敵だね。これの、あのうどんとかご飯とかは見てもらえる。あ、すーちゃん、いいね、すごいね。え、すごい、おでんも置いてある。すごいね。これ、勝手に撮っていいの？うん、自分で撮るスタイルなんだね、うん、やべえ。お作りがツヤツヤで美味しそうだね、うん、ありがとうございます。わあ、美味しそう。ご飯も超おかないよ。すだち、お刺身のすだちかけるんですか？お刺身もすだちかけるし、あれお味噌汁にも入れる。これね、うどんのあのすだちうどんや今ある。スライスさんをいっぱい入れるのが美味しそう。僕はすだちをすだちだけ取るのがすごい。ありがとう。皮まま、すだちが有名なんですね、徳島ね。そうね、ありがとうございます。これが名産。お作りにそのままかけてお醤油。こっちでも取りたくないです。僕はこっちの方が好き。へえ、面白い。こっちにするとすだちがちょっと弱まるじゃん。あはははは。こっちはすだちちょっとかけてみようか。かけてみよう。かけてみよう。徳島のうどんです。お味噌汁にいい感じ。そろばんなんて久しぶりに、ね、久しぶりだ。あ、カップも持ってた。あ、カップも持ってた。あ、カップも持ってた。なんかすごい味のある銭湯。こういうあの日本人の方が、はい、ちょっと滑れないとか。銭湯の中に。そこの中に、多分女風呂の方にもあると思うよ。あれ子供が滑るように滑れないが。面白い。滑れて、行くよ。の古民家にお住まいのうちに連れてってもらえるみたいです。なんかね、地元の人と交流したいなって言ったらご紹介していただけるみたいで、どんなお家かワクワク。出てきたから、うん、
教えてもらった。なんかすごい、なんかすごい街並みになってきた。いきなりなんかすごいね。なんかレンガが。これの切れ目を右折で。右折。はい。もうこの辺福田さん家だ。すごいな。すごいな。すごいお屋敷のセットだね。なんか。ね、本当撮影セットみたい。この空き地に止めてくれていい。はい。やだ、可愛い。やべ、可愛い車も。全然違う車ですけど。すっごい可愛い。わあ、素敵本当に。わあ、すごいお家だね。うわあ、素敵。なんて素敵なお宅なの。すいません、お邪魔してます。ここの作りがもう農家型の屋敷構え、完全にこの辺の。だから、まあ、うちも代々ね、もう20代続く、この辺で20代続く農家。20代そう、僕は20代目になるんですけど。で、だからこう、母屋があって、離れ、納屋後ろに蔵と、隠居屋で、前の丸っていう、もう完全に豪華型の屋敷になるんですね。この辺の特徴、この建物、こういう感じなんですよ。これ、海の、ああ、なんだろう、ムラムラって言うんですけど、徳島の民家を屋根裏開けるでしょ、うん、そしたら、棟って言って一番高いところに、この棟札がこう、まあ、建物がしっかり立ちますようにっていうのと、その安全兼ねて、でこういう、こう、棟札っていうのが、大体どこの家にもあって、年代、昭和何年に建てられたかとか、 あと大工さんは誰でやったかとか、その時の当主は誰でやったかっていうのが書かれてるんで、大体その棟札を見たら、その建物が何年かっていうのが分かるんですよね。へー、面白い。本当だね。そう、出てきたやつ。何、そこは。あ、ここは出てきたやつだ、これで。すごい、すごい。お風呂どう。わあ、すごい。いい、大丈夫大丈夫。すごい。まさにトトロに出てきたやつですよね。これ今も使われてるんですか。あ、これ、まあ、使えるのは使えますね。でも最近はもう使ってないですけど。へえ、すごいね。本当に本物がこんなのがあるんですけど。うちのじいさんがね、吉野川にリヤカーで意識を取りに行って、この石取りに行って、水に入ってるやつとか。すごい。レイちゃんとサツキが入ってるお風呂だね。お父さんとジャバーンって入ってるやつだね。自分の家みたいに使ってる。こうやって一人やってたら、結構みんな集まって手伝ってくれるんで。あ、いいキッチンですね。さも自分で用意したみたいな感じになって、絵になっちゃってるけど。すだちも。あ、そうそう、これが徳島の名産の。わ、すごいね。え、これがスーパーで買えるんですか。これ買えます。などをお借りしてます。はい、はい、なるほど。で、茹でる前に、先にすだちとかをスライスして、あの、トッピング材料を先にやってた方がいいですよね。お尻と頭の、こう切ってください。こうですね。はい。ロビオの社長の同級生だ。同級生が。すごいよ。でも、京都でも結構すだちは回ってるでしょ。出ます。で、京都に行ってるハモはほとんど徳島さんですよ、ね。そっか、そうですよね。ね、すだちの香りっていいね、すごく。すだち嫌いな。徳島ですだち嫌いって聞いたことないな。聞いたことない。すごいね。まあ、大丈夫か。すごい強くて。
すだちがめっちゃ効いてますね。香りがすごい。お名前は？いろです。いろちゃん？かわいい、いろちゃんだって。ここ開くと思う？思うかな？屋根裏部屋だ。優しいね。水泳行ってきたの？そっか、暑いからいいね。気持ちよかった。気持ちよかったよね。そうだよね。素敵なお家見してもらってたんだって。人形みたい。わーすごいわ。確かにこれ貯金してもらったらすごいね。トトロだね。トトロなるね。あわすごい、一面レンコンだ。すごい。スーちゃんより大きいね。どの葉っぱがいいかな。ボツ。ちょっと痛いかもしれないけど。すごい。素敵スーちゃん。痛いねスーちゃん。ああよかったね。トトロと一緒だ。めいちゃんみたい、すーちゃん。お、母さん。めいちゃんみたい。めいちゃんとさつきぐらいの身長差だもんね。まだいるもんね、徳島にね。うんうんうん。もしくはまあ釣り行った後に。朝早く行ってもいいしね。朝早く行ってもいい。うんうん。ありがとうねって。またね。遊んでくれてありがとうって。また遊ぼうねって。行こう。じゃあスーちゃん行こう。また遊んでねって。ありがとうございました。じゃあ持ってみる？気をつけてね。おお持てた持てた。うわー上手。おお下向けて下向けて。かわいいかわいい。なんかさ、あの英語にしたらあのナルトの漫画みたいなイメージがある。あ、そうか、そうか、うん。
5年ぐらい前まではナルトとコラボして、ここで阿波踊りの時にみんなあのキャラクターになってやってた。コスプレアワードで。それまた海外の人めっちゃくちゃ好き。そうだよね。